はい、えぇ、1.4の東京ドームとね、あの1.5のこの新日本プロレスの、えー、試合、えー、についての総括という動画です。えぇ、ー、と、でね、あの1.4の時にツイッター見て開いたんですよ。で、そしたらね、あのー、46.1万人のフォロワーになってたんですよ。新日の方が。あれおかしいなと思ったんですよ。あのー、その、もうちょっと、 前にね、46.7万人とかだったんですよ、フォロワーが。あ、どんだけかわかんないです。6000人ですかね、これ。6000人がフォロワー外したってことじゃないですか。だから新日離れちょっとしたんじゃないかなと思ったんですよね。はい、それがまず1点目。えー、でね、第0試合から見ます。第01試合ということで3分1本勝負。 ということで、エキシビジョンだったんですけど、短かったんですけど、大岩良平がま、ほんとんどいいところなくて、あの、デビューしたオボルチンオレック、もう可能性しかないと感じましたね。やっぱね、レスリングで世界5位ですかアジアチャンピオンですかね。やっぱ、これで、なりもの入りで、ヤングライオンっていうのでね、ちょっと、これ可能性しか感じなかったですね。はい。で、えー、第02試合っていうことで、で、KOPW2023 争奪、 のニュージャパン乱暴で、この4人が、あの、進出決まったと。で、ちょっとショーに期待したんですよね。ジュニア1人だけだから。はい。で、高木慎吾がね、あの、最後か最後,後あたりに、なんか、入ってきたんで、あの、結局、期待会と、あの、ニュージャパン乱暴で、KOPW 批判してましたけど、あの、結局、お前が出るん、期待会っていうところですね。で、えー、その試合後に、 試合終わってちょっと間ですかね。えー、三谷アナ、三谷紡げあげのアナがリングに上がってバラバラ総選挙の新日チャンピオンを PR したんですけど、まあ一応投票しましたけど、タブレットとスマホで。で、素人がリングにあ簡単に上がるんじゃねえって思いましたね。まあ翌日もあの、上がってるんですけど。で、これなんか第3試合とはなってなかったんですけど、第03試合とはなってなかったんですけど、アントニオ猪木メモリアル。 えー、シックスメンタックを行われました。で、やっぱね、あの、ホールされるのタイガーマスクだろうと思いました。あの、金取れる試合できてないんですよ、もう。だからロ、あの、ジュニアタックとかでも、えー、ロビーも離れていくのはわかるなと思いましたね。あの、もう、真壁闘技が、ひっくり返して、そのまま上に乗っかったまま返せずに <laughs>、あれっていう感じで終わっちゃったんで。 ちょっと試合後のインタビューもちょっとしょっぱかったですね。あのー、バックステージね。で、こっから第1試合になっていくんですが、えー、IWGP ジュニアタック、70代チャンピオンが勝ってしまったんですけど、序盤、いきなり、えー、入場してきて、いきなりこちらが仕掛けて、それは良かったんですけど、その後がまずかったですね。場外での花道がね、あの、電球みたいなが散りばめられたかすくさびりかたびみたいな,ようなね、 あのー、状態になってたんですよ。花道の足元が。そこにリオラッシュが、あの、顔面叩きつけられて、あの、出血、流血が痛かったですね。これがなかったらどうだったかわかんなかったですけど、結局、ホールされるのは結局用だったって感じですね。いや、お、惜しいシーンあったんですけどね。ええー、あの、いいタイミングでカ、カット入ってきたんでね。自分はこっちを応援してたんですけど、あーそれがなかったらどうだったかなっていうところがあります。 はい。で、第2試合、えー、60分1本。で、i w g p 女子ですね。えー、チャレンジャー中野タム。ま、カイリー好きなんで、えー、やっぱり勝つなと思いました。勝ちました。えー、ちょっと危ないシーンありますけど、一発もらいましたけどね。で、元 WWE の元サーシャバンクス改め、えー、メルセデス・モネーっていうのが挑戦してきました。やっぱりね、あのー、 これ契約上の問題なんでしょうね。あの、モクスリーが日本に来た時もね、あの、解明してきてますし、あの、そういう名前使っちゃいけないんでしょうね。メルセデスモネっていうことで、えっ挑戦表明したんですけど、握手してその後の茶番、あの、えー、旋回して頭に打ち付けるような技かけたんですけど、見たことない技。 あの、あの、ああいう茶番は見たくないんですよね。握手、握手からの技かけの、あの、技かけての挑戦表明っていう、そういう茶番を見せられたかな、という形します。で、あの、第3試合ですか。IWGP ヘビー、えー、あ、こん、今回はですね、今回はうまくいったかなっていう試合でしたね。こちらが撮りました。 えでもね、危ないシーン結構ありましたね。あの、さすがだなと思いました。もう、試合内容では圧倒してたと思います。こちらが、FTR の方は。でもやっぱりなんか流れ的にこっちなんだろうなとは思ってました。あの、一回新日に IWGP ヘビーのタックのベルトを返すんじゃないかなっていう、そういう流れ通りだったですね。えっ、ー、と、第4試合、えー これ、ニュージャパンワールド認定テレビ王座決定トーナメント決勝で、ザック・セイバーが、勝ちました。ナリタじゃあちょっとまだ、あれだったかなっていうところで。で、試合後に、マイキー・ニコルスと、えー、シェーン・ヘイスと来て、えー、TMDK の T シャツ渡して、えー、ザックが、えー、TMDK に加入したみたいですけど、リーダーになるんですかね。まあ、金髪にしてたんですよ、ザックの方が。あの、最近。だから、この、チャンピオンベルトも、 金色なんで、あの、他のベルトと違って全体的に金色なんで、その、それで金髪にしてたのか、鈴木軍解散でもうこっちに入るっていうことで、ちょっとイメチェンするために金髪にしてたのかわかんないですけども、あのー、多分鈴木軍解散するっていう段階でもう、この話になってたんでしょうね。はい。 はい、えー、第5試合なんですが、六十60分1本、えー、ネバー無差別級の、試合入りました。タマトンガとカール・アンダーソン。で、もう、なんか、この試合再戦になった時に、またかよって、またリマッチかよって思ったんですけど、あの、もう多分ね、試合の中でもう見えちゃったんですよ、もう。カール・アンダーソンがベルト返上するなっていうのが試合で見えちゃって、ちょっと、まあ、タマトンガを、応援してるから、 結果的にはいいんだろうけど、もうなんか、あの、新日との、ベルト問題でトラブルもありましたから、あの、あの、ブッキング、ダブルブッキングっていうのはあり,ありましたから、ヒグレオンの時も。だからもう、めんどくさくなっても、ベルト返すっていう方向での、そういうのが見え隠れした試合だったんで、ちょっとこれ引きましたね。はい。もう、玉が勝つのは目に見えてたっていうか、ね。 えー、で、第6試合は、あのー、武藤刑事が新日本ラストマッチっていうことで、えー、6スメン、えー、組まれました。で、武藤刑事が当時ね、えー、あの、団体に引き抜いて、ブ士シとサナダっていうのがいて、で、まあ、ブシがやられるのはもう見えてるんですよ。で、まあ、落とし玉マッチですね、はっきり言って。うん。あのー、トップロープに武藤刑事が登って、ランディングボディプレス、ムンサルトプレスをやろうとして、棚橋が、 まあ,まあまあまあって言って、止めてる時間がすげえ長くてで、あの間に、あの、相手側が来て、デッドリードライブで落とせるわけなんですよ <laughs>。あの、も、ま、う、あ、まさに落とし玉マッチ。はい。武士もなんか、もう、ま、待ってる感じだったっすから、あの <laughs>、シャイニングウィザード来るの。来るのまあ、落とし玉マッチです。えー、第7試合。 えー、これが IWGP のジュニアのシングル、ホ、えーウェイっていうことで、高橋博夢勝ったんですけど、あのー、また博夢かよと思っちゃいましたね。5回目の体感みたいですけど。で、あの、内容的にはもうマスターはと、もう圧倒的です。内容的には。あと数年とかしたらもうトップですね。うん。もうそう、そういう、あの内容でした。うん。 で、高橋宗ムが、あの、ヒートの持つ、11連続防衛、えー、をや、やろうとしてますけど、逆に言うと、そこぐらいまで、あの、超えてくれないと、その、彼が提唱してる、あの、ジュニアヘビーを東京ドームのメインでやるっていうやつ、そこまでたどり着けないと思うんで、で、今の彼ならできるかっていうと、私はできないと思う。うん。できないと思います。 で、えー、第8試合ですね。え IWGP、u s ヘビー、えー、ですが、まあ、一言で言って、ミラノ、解説のミラノさんも言ってましたけど、生産な試合。まあお、僕はここにコロを入れて、生産な殺し合い。うん、殺し合いでした、あれ、はっきり言って。で、今までにない怖いケニーが見れたかなって思います。で、まあどちらが勝つのかなどちらが勝っても、なんか、 これ、新日に得でもない試合だなと思いますね。あの、オスプレイが、あの、勝ったらケニーはもう、ど、もう、新日で見れなくなってしまう可能性もありますし。で、ケニーが勝ったんですけど、そしたらオイル・オスプレイが新日出てくんじゃないかぐらいの、うーん、新日とはあ、もう長くもないかもしれないな、みたいな、一時期言ってましたけど、もう、どちらか勝っても美味しくはない試合。うん。 ただただ、こういうのは見たくない試合だったですね。で、あの、もう新日とか家にかけにしてもらいたいんですけど、あの、リングの下にある、えー、机あのー、もう壊れやすい机になったんですよ。あれ、前にンボール、棚橋とケニーやった時も段ボールみたいような、段ボールではないけど、もうちょっと頑丈な。まあ、でも、壊れやすい、あの、特注のテーブルなんですよ、あれ <laughs>。 あれね、見たときにあんなにならないですもん、普通。あの、前に内藤が、あのー、鉄作の横にあ、越えたあ、横にあったテーブルでバーンってやったとき、割れ、割れなかった、せいぜい折れるんですけど、折れないときもあるんで、ああ、もう、質ですよね。うん。で、あのー、割れやすいテーブルだったっていうのがちょっと引きましたね。で、 第9試合ですね。あの、IWGP 世界ヘビ。で、やっぱり岡田和鹿が勝ちましたね。自分こっちも応援してたんですけど、で、最後終わって高木が挑戦表明に来たんですけど、あの、KOPW 取ってないのに、あの、邪魔して入ってきたっていうのはちょっと、翌日来るんですけど、また。ちょっとこれはうざかったっすね。これは <laughs>、 これはもう岡田の言う通り邪魔しないでくださいって感じですね。あのベルト持ってこいよという形に思いましたし、で、最後、花道行った後にマイク置いてあって、あ、もうこれやるの決まってたんだなと思って、<laughs> 岡田の1、2、3、ダーで締めたんですけど、もしね、J. ホワイトが勝ってたとしても、なんかやったらしいんですけど、1、2、3、これでダーってやる予定だったみたいですけどね。 うん。まあ、この試合はもう、ちょっとどっちも好きな、えー、選手なんで、複雑だったですね。はい。えっ、ー、と、1戦翌日の1.5の、試合なんですが、第1試合で、まあ、入場曲かかって誰が出てくるかわかんない。カード発表され、対戦カード発表されてない状態で、えー、成田、らが出てきましたで、えー、ハウスオブトージャーとやりました。で、試合後に、 まあ、ほんまがやられるのは <laughs> もう、この試合で分かってるんですけど、成田が、あのー、ストンピングされてたんですよ。ただ、そこの、こいつらのストンピングちょっと甘かったんで、もうストーリーできてたんじゃないかなって思いましたね。試合後に、えー、で、鈴木みのると、エレ・デスペラードが成田を救出に助けて、で、リング上で実ると、デスペラードはグータッチしたんですけど、やっぱりデスペラードは鈴木みのるの犬っていうか、 そっちに行くんだなっていう感じでしたね。鈴木軍解散しても。で、成田は困惑な顔してましたけど、バックステージ行ったらもう、同じバックステージに行ってたんで、ある程度もう、話は決まってるんじゃないかなっていう、ちょっと引きましたね。バックステージ見て引き、引いた試合ですね。で、第2試合に、えー、オスプレイとね、ベルト失ったオスプレイと、えぇ、IWGP ジュニアへ、えー、タック防衛した、 えー、アキラと TJP で同期が撮るんですけど、はい、あ。で、やっぱり、アキラが撮られるっていうのはなんとなくもうそういう流れになってきてますよね。新日初めて来た時にものすごい規制したんですけど、今逆に言うとアキラがタックだとタック戦線に行っちゃう。シングルダメでタック戦線い行っちゃってタックでアキラ撮られるっていうシーンが、イメージがつ定着しちゃってるんで、撮られるとしたらですけど。 あのー、ここでこういうイメージ変えなきゃいけないですよね。で、あのー、ありがちな展開っていうのは、太一が、あのー、オスプレイに葉っぱをかけたあ。オスプレイがもうい、試合見るからにやる気なさそうだったんで、前日の疲れもあるでしょうけど、ダメージもあるでしょうけど、えー、こんなもんかっていう感じで言ってたのは、あのー、ありがちな展開かなと思います。で、あのー、 セコンドにね、えー、高道の子がついてて、えー、法外図でやるっていう <laughs>、チーム名なんかよくわかんないですけど、制定群とかつければいいのになと思ってますけどね。あ、あと自分は、あのー、ロスインゴからサナで引っ張ってきた方が、チームとしては面白くなるんじゃないかなと思ってます。はい。えー、第3試合ですが、えー、やっぱりね、これ読めた試合なんですよ。 あのー、IWGP のタックオーザー、タクオーザから、あのー、法令を取るっていう。で、こちらが勝,勝つっていうのは見えてたんで、で、石井がザックにテレビチャンピオンの王座挑戦表明するっていう、読めた試合ですね。あ、もう、あ、もうこの通りなんだなと。えー、で、 試合後にですね、あの、ヤングライオンの藤田が TMDK 加入しました。まあ、あの、ザックが誘ったっていうのを気に入ってたっていうのもあるんでしょうけど、おそらくヤングライオンが増えたんですよ。今、外人二人入ってきたりとか。で、国内で仮、仮ですけど、卒業させようっていうことなんじゃないかなという気,気がするんですよね。うん。大岩の方が実力は上だと思うんですけどね。あの、 まあ、コロナ関係とか関係なく、多分、海外でやるよりは、あの、国内で卒業させて、あの、新日が過保護な感じで藤田、あの、見、見守るんじゃないかなって。過保護さがちょっと見え隠れしたかなと、えー、思ってます。で、第4試合、えー、第4試合、8面タックですね、4対4。はい。で、やっぱりと思ったんですけど、要が挑戦表明。まあ、あ高橋宏夢から、 取るだろうなと思ったんですよ <laughs>。あの、1.5ってそういうのあるんで。で、あの、要は前日ホ、ホーウェイやってて、えー、ホーウェイの誰かがまた挑戦表明するっていうのも、その流れが、またかよみたいななっちゃうんで、やっぱりそうなってくるとジュニアで残ってんの、ようなのかなと。ただ、リオラッシュがこの試合出てな,なかったんですけど、 リオラッシュとのタックがダメでシングルっていう流れこれもどうなのかなという気がしますけど。えー、で、第5試合ですね。はい、第5試合。えー、この試合がね、ちょっとあのー、試合後、うん、ヒクレオが、あのー、J ホワイトにね、 えー、パイプでめった打ちにされるんですけど、パイプ椅子とかで。で、もうエルファンタズムももう J を止めたりとかしてるんですけど、なんとこの試合、えー、J が持ちかけた、あのが、ルーザーリーブジャパンマッチということで、日本追放マッチですね。簡単に言ってしまえば。逆に言うと、ヒクレオと J ホワイト、どっちか日本去ったとしても、 どっちも新日本にとって痛いと思います。ただ、あの、ヒクレオは WWE が興味示してるっぽいんで、もしかしたらもう、そういう道筋できてんのかもしれないですね。うん。だけど、せっかく歯本体に入ったね、ヒクレオがいなくなるのも、あの、あのー、圧倒される、二人投げ飛ばすと、あのー、ぶつかって、えー、ショルダーダックルとかラ、ダブルラリアットで吹き飛ばすっていう、 ああいうの見れなくなるっていうのはインパクトを与えるんですけど、やっぱあの対角だと WWE になっちゃうのかなと。ただ、これ J 負けた場合が大変なんですよ。J も今、あの、ベルト失って、ちょっとね、そういうところがあるんで、J があの、新日本、うん、もう右って向こうに行っちゃうってなったら、バレットクラブのリーダーがいなくなっちゃうんで、そもそも。 日本に。そうしたら、リーダーが、誰かになるのか。とそういう、起点になっ、あのー、ところに、この2023年はなってんのかなと思って。ちょっと、どっちも、失うのは、どっちか失うのは、もう、新日本にとって、マイナスでしかないんでね。ここちょっと注目したいですね、今後。えー、で、第6試合に、KOPW の、 えー、やりまして、まあ、やっぱりね高木が取りましたね有言実行でやっぱりって言ったらあれですけどまあこれは逆に高木じゃない方を応援してたんですけど自分はそしたらあのベルトなしでもその岡田に前日挑戦証明してるんでなんて言い訳すんのかなと思ったんですけどねえー、で第7試合が、えー ケニオメガが最初入場してきたんですよ。で、もしかしたらと思って、その後で、イブシ来るんじゃないかって記載したんですけど、やっぱり、イブシは新日本じゃないんですね。新団体が他の団体行くのか。だから新団体作ったとしても、成功するはずはないと思いますね。うん。成功はしないと思います。だから逃げたなと。ファンを裏切ったなと思いましたね。で、やっぱり、 ま、メインなんで、あの、IWGP 王者で出てきてないから、岡田が来るとは思いましたけど <laughs>、イブシに期待しました。で、まあ、こちらが勝つんですけど、アーロン・ヘナーレ、えぇ、ー、2プラトンで、あのー、えー、やった後にレインメーカーやって、アーロン・ヘナーレが沈むんですけど、で、まあ、このタックめでただけでお年玉だと思うんですけど、高木が改めて挑戦表明にまた来るんですね。 だ,だったら、前日来ないでここだけ <laughs> ベルト持ってこれやいいのにって思いましたけどね、2日連続高木っていうのはちょっとうざく感じましたね、あのおっさんは。はい、で、ジェフ・コブがタック、今までね、あのー、怪が1回する前に、あの王、ー、冠ーーとタック、タック戦線だったんですけど、王冠ーーもね、そのテレビチャンピオンの、じゃない、KOPW 行っちゃったんで、シングル戦線、 オーカーンと共にシングル戦線行くんだなっていうのが分かりましたねこれであのケニー・オメガに USA ヘビ挑戦、えーえー、の図式を作りましたでやっぱケニーは初めてジェフ・コブと今後やることになると思うんで、まあ、場所はどこか分かんないですけどあのー、ちょっとむず今まで対戦したことない、うん、パターンの 選手だと思うんで、えー、厳しい戦いにはなると思うんですけど、ケニーにとってもらってほしいなと思いますね。まだケニー表明が多し、日本側で、えー、ベルト保持したまま見たいっていうのもありますし、ウィル・オースプレイとあれだけのベストバウトを多分今年一番のベストバウトっていうか、生産な試合やったんで、やっぱりベルト持っててほしいっていうのはありますよね。いやクリーンなね、試合、 いや、椅子とかテーブルとか使わないクリーンな試合でっていうんだったら、岡田和親がやっぱり一番だなとは思いましたけどね。1.4とか見てもね。うん。まあ、あのー、そういうのなしで、あの、狂気使うんだったら、あのー、オメガはやっぱり最強かもしれないですね。はい。 えっと、最、えっと、最後にですね、あのー、12月28日に、で、両国で行われた猪木ボンバイエー、岩竜島っていうのがあったんですけど、柴田勝頼対トムローラーで、柴田勝頼が、あのー、グランドコーブラで勝つんですけど、これ消化不良な試合だなと思いましたね。柴田勝頼の方が、あの、これ、あのー、ロストポイントがマイナス4だったんですよ。トムローラー、ロストポイントな、なしだったんですよ。はい。あの、と、 柴田勝頼の場合は、ロープブレイクも、とか、あの、頭部への攻撃って禁止されてんだけど、頭部への攻撃っていうのがあって、マイナス4ポイントだったはずなんですけど、で、トムロールグ、グランドコブラかけられてて、ロープ近かったのに、あれ手伸ばせば届いたんじゃないかなっていうぐらいだったんですよ。で結局グランドコブラで、柴田勝頼かかったんで、あの、なんか、なんかな、柴田勝頼が、勝たさるような試合にしか思えなくて、 なんか消化不良に終わったなと思いますね。はい。えー、そういう試合でした。